あ、何見とん、何見とんじゃから、おい何見とん。はい、どうも。どうもこんにちは、マホンでございます。今日はどうでもいい報告しまーす。ブログ動画でーす。今日もちょっと緩めの動画になっちゃうんですけどね、申し訳ない、許してください。まず見ていただいて、分かる通り髪をねチョキチョキしてまいりまして、前々からね申し上げてる通り、僕大会に出るんですよね。サマースタイルアワード10月8日に行われるサマースタイルアワードに出場するので、その大会用に髪を切ってきたんですよ。髪切ってきたの。あのね、で僕頭がめちゃくちゃでかいのね。通常の人類の5倍ぐらいあるんですけれども、頭の大きさが。だからそれを少しでもこうカバーするために、このサイドのねボリュームを抑えて、でそうすることによってこう肩幅が広く見えるんですよ。だからサイドのボリュームを抑えて、であと襟足をコボちゃんにすることによって背中が広く見えたりとかさ、そういうのがあるんで、ちょっと髪を切ってきました。大会の時はもっとこうオールバックみたいな感じにして、ジェルで全部固めちゃうような、感じにするんですけれども、まあ今日はこういった形のスタイルでお送りしております。はい、ツイッターで髪型悩んでた時にさ、アンケート取らせてもらって、色入れた方がいいですよっていう表に結構票が集中したので、ご協力いただいてありがとうございました。なんでちょっと明るめの茶髪にしてみました。もう1年ぶりぐらいに髪染めましたね。なんか新鮮な気分です。はい、ってことでどんどん大会が近づいてて、あと何日だろうね、あと1週間ですよ。1週間後にはもうステージに立ってるわけで、そう考えるともうすぐなんだなっていう感じなんですけど、この間さフィットネス YouTuber の D さんって方と、あとフィジーク選手の青山隼人くんって子がいるんですけど、その方々とちょっとこうポージング練習をさ、本番のねポージング練習をさせていただく機会があったんですけど、その時にまあいろいろこうアドバイスとかもいただいた中で気づいちゃったのが、ちょっと絞り足んねえなと思って、ダイエットがね、ダイエットが もっと絞んなきゃいけないなと思ってさ、っていうことに気づかされて、でもその日から大会までまあ約10日ぐらいかあったんですけど、もう炭水化物一切取らず、でもう脂質も取らず、ほぼアミノ酸だけで生活してやろうと思って、今ね1日の摂取カロリー500未満で過ごしております。そうだから今結構ねヘトヘト状態で、なおかつ1日にトレーニングを2回やるっていう結構変態チックな生活をしててまずいですよって感じなんですけれども、ちょっとあと1週間なんで、まあただあと1週間って言っても、大会の前日と前々日は今度逆に炭水化物を逆に体にこうめちゃくちゃ入れて筋肉をパンパンに張らせるっていう作業が待ってるので、それがすごい楽しみなんですよ。だからそれまでの辛抱っていうことで、頑張りたいと思います。で今日もねレッスンいくつか入ってて、大変ありがたいことに入ってるんですけど、絶対生徒さんとか他の仕事面で周りの方に迷惑は絶対にかけないように、これからも、頑張っていきたいと思います。ねぜひお時間ある人はね、10月8日にさっきも言ったんですけど大会あるので、ぜひ会いに来てください、僕に。物好きな人はぜひ来てくださいね。他普通に大会ご覧になっててすごく楽しめると思うので、ぜひ興味ある方いらしてみてはいかがでしょうか。で次回はちょっとデスボイスに関してのちょっとお話をしようかなと考えているので、そっちの動画もぜひよろしくお願いします。今日の動画もし好きだったらグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで頑張ります。じゃあね。